DNA レベルで起業するもんだと僕は思ったんです。副業において非常に重要なのは、いざこう副業をやりたいっていう気持ちになった時に、なぜやりたいんだっけっていうところをまず設定すると、その挑戦をしたいと思った時に、すぐ手元に副業というカードがあると。東京未来メイカーズ。そんな大林さんとの未来のお話、今日のテーマは副業の時代が来た。大林さんこんばんは。こんばんは。木曜日までよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず副業の時代っていうところの、この副業なんですけど、普通はサブっていう意味の漢字を当てるんですけど、大林さんが使ってらっしゃるのはこの複数の副の漢字を当ててらっしゃいますよね、はい、これどういう意味を込めてらっしゃるんですか。はい、以前から使われていた副キャプテンだとか副大統領とか、うんうん、その副の字ですと、うんうんうん、やっぱりこう字面から副収入という金銭報酬が前面に出てしまうようなイメージが与えられるんです。このイメージを僕は変えたいと思っています、うん、つまり金銭報酬以外にもですね、例えば自分のスキルアップのためにやる副業だったり、自分の市場価値を高めるためにやる副業だったり、複数の仕事があり複数の目的がある。だからこそこれからの時代は複数の副を字を使った副業が当たり前になる、しなきゃいけないと思いこの字を使ってます、うん、あ、いいですね。でそんな副業なんですけど、結構こう副業しやすかったりとか、もうまさに副業の時代来てるなって感じあるんですけど、どう捉えられていらっしゃいます、はい、いや副業の時代が今まさに来てるなと思っています、うんうん、で歴史を振り返ると、2016年の2月頃にですね、ロート製薬さんが初めてその大々的に社員に副業を解禁したんです。でその2年後に政府がモデル就業規則とい こう全企業に対してこういう働き方を推進しなさいっていうようなものがあるんですけれども、それを変更してですね、実質的に副業兼業というものが認められるような規定にこう変更されたんです、うん、でコロナの影響でリモートワークが当たり前になり、うん、通勤退勤の時間がなくなったことによって何が起きたかというと、可処分時間が増えたんですね。それで娯楽に当てるか自己研鑽副業に当てるかっていうところの二択になり、副業したいっていう人が非常に増えたっていうのが、まあざっくりなこう表しだったりします。なるほど。でそんで大林さんは2019年に株式会社アナザーワークスを創業されたわけなんですよね、はい、これそもそもなんで起業されると思ったんですか。もともと僕は大分県の出身でして、うんうん、私の父が会社経営をしているんです。なので結構家の環境が特殊で、父親が会社経営をしていると、うん、社長であり父であり、で家に従業員が出入りするような環境で育ってきたので、DNA レベルで起業するもんだと僕は思ったんです。なるほど。で大学時代にベンチャー企業でお世話になり、でそこで、新卒でパソナという会社に入り、業務委託だったりフリーランス副業のこう人材紹介に携わる中で、人材紹介型だと一人紹介して決まったら採用手数料数十万っていうようなモデルなんですけれども、中小企業が払える額じゃないんですよ、ね、あ、なるほど。なので私としては IT の力を活用して、成果報酬ではないサブスクリプション型、うん、まあ、Netflix の副業採用版みたいなものを僕は作ろうと思って、26歳の時に起業して、うん、今に至ると。でもこの副業って本当他の会社行ってみて、あ、自分が今までいた環境ってこうだったんだとか、相対化できるし、メタ視点持てるし、また自分の強みも発見できたりして、個人にとってもすごくいい働き方だってしますよね。そうなんですよ。副業の本質は僕、うん、自社への還元だと思っているんです。外で学んだことをいかに自社に還元していくか、うんうん、そして自分に還元していくか、うんうん、で自分のスキルアップのためにやる副業こそが企業が推進する副業であったりするんで、うん、なるほどね、はい、でこれ起業したいとかっていう人はいきなりフルタイム雇えないけど、副業でちょっと手伝ってくれるとかっていう人を集めたりしたら起業もしやすくなるだろうなとか、なんかそういうのにもいいなとかっていうふうに思ったりしますね。そうですね、弊社も立ち上げた時は全員副業メンバーだったんです。あ、そうなんですね。でもそれがその副業で会社を立ち上げたっていう彼らのトラックレコードになるというなります、ね、実績になるので、うんうんうん、その中の一人は、うん、その実績を引っ提げて、うん、転職活動で年収が上がったみたいな人もいますし、我々の利用企業も今1000社を超えてるんですけれども、うんうんうん、やっぱりベンチャー企業で社員数が10名も満たない会社が非常に多いんです。もう副業メンバーだけで囲う、でその中でいい人が滑らかな形でキャリアチェンジをして、うんうん、正社員として変わっていくと、これは結構理想だと思います。副業から転職をするっていうキャリアチェンジも今トレンドだと思いますし、まず副業的な形で今いる会社の看板をあえて外してみて、副業でちょっとこうお客さんを作っていく、でそこで徐々に自分で法人登記していくっていうような副業企業なんか僕ら言ってますけど、副業企業これはこれから流行っていくかなと思います。いいですね、未来の働き方見えてきましたよ。そんな大林さんとの未来のお話、今日のテーマは
副業の実践。さて出たばかりの本、スキルマッチング型副業の実践書なんですけれども、何度も繰り返し出てくる重要な指摘が、目的をはっきりと設定するんです。これどういうことなんですか？そうですね、これは副業に限ったことではないと思うんですけれども、自分の人生としてこういう目的で今これをやっていると、これを設定する方が戻れる初心があるんですよね。モチベーションの源泉にもなりますし、やる理由になるので、それをしっかりと内発的動機で僕は作るべきだと、これはもうビジネス全般で思っていることです。でこれがこと副業においで非常に重要なのは、いざこう副業をやりたいっていう気持ちになった時に、なぜやりたいんだっけっていうところをまず設定すると。でこれが例えば副収入のためでも僕は否定しないんですよ。副収入は副収入はいいんですけれども、じゃあ何のために副収入が欲しいのか、でいくら欲しいのか、でどれぐらいの期間までになぜ必要なのかっていうところがないと、やっぱりその何件クライアントをこう獲得して、でそれぞれどれぐらいの単価でやるのかっていうところがはっきりしないので、まずは目的から決めていく。でもしくはスキルアップのためにやる副業であれば、もしかしたらお金はいらないかもしれないんですよね。確かに、まあ、ベンチャー企業の立ち上げのフェーズでボランティア的な形で関わる副業だってできますし、選択肢が一気に広がるので、確かにそうですね、まずはそこだと。確かにそうですね。で副業するときに自己分析の方法として、スキルのハッシュタグ化をすることっていうふうに書かれてるんですけど、スキルのハッシュタグ化ってのはどういうことなんですかね？インスタグラムとか皆さんやってると思うんですけれども、投稿にハッシュタグをつけたりすると思うんです、もうあれなんですよね。あ、なるほど。イメージは。でそもそも転職活動と副業活動って僕は全く違うものだと思ってるんです。なるほど。何を言いたいかというと、企業側に立って転職活動で正社員を迎え入れる場合だと、その人にもちろんスキルがあったらいいんですけれども、多少なくても育成っていう項を一つ変数が入るので、あります、ポテンシャル採用ができるんです、ただ副業の場合だと、今すぐ課題に対して解決できるスキルを持っているか、即戦力性があるかどうか、でそれを解決できる能力だったり、やってきたことがあるかどうかっていう、その再現性っていう即戦力性と再現性が求められるんです。確かにそうですね。自分が過去何やってきて、どういうスキルを持って、どういうツールを使ってきて、なんならどれぐらいの費用を使って、どういうとこまで成し遂げてきたかっていうところをものすごく細かく自分をハッシュタグ化する。例えば Facebook の運用ができますとかでもいいんですよ。これがマーケティングできますっていうよりも、 Twitter の運用ができますとか、 TikTok の動画作れますっていう方が企業にとっては即戦力性と再現性が分かりやすいんですよ。副業だとこれができないと企業からこうモテないと。企業モテですね。なるほど、はい、大事ですね。逆にでもあれですね、そうやってハッシュタグができるようなスキルを構築してないと、あやべえ俺何ができるんだっけみたいになっちゃいますね。そうなんです、ただそれも一つ前の戻るんですけれども、副業の目的なんですよね、で自己分析する中で、自分が欲しいスキルだったりっていうのはものずっと見えてくるはずなんです、まあ、分かりやすく言うと、 Facebook の運用スキルを身につけたいっていう、そのためにやる副業で、そこの目的を設定したら、お金なんかいらなくて、目的とすれば Facebook運用のスキルをハッシュタグ化できればいいわけなので、困ってる企業にお願いして無償でいいのでやらせてくださいと。で半年間勉強して実践してみれば、半年本気でやればスキルとして身につくはずなんですよ。そうすると副業って成功になる。確かにそうですよね。いや、そう考えるとすごいなんか成長機会ですね。そうなんです、ね、さらにもう一つの報酬として、感情報酬っていうのがあるっていうふうに書かれてるんですけれども、これどういうことですか？はい、まあ、いわゆるこう金銭報酬だったり、先ほど伝えたこうスキル報酬、経験報酬とはまた別に、その感情を埋めるための報酬、感情報酬というものがあると思います、まあ、分かりやすいもので言うと、ボランティアだったり、それこそ NPO の活動だったり、自分が何かのためにその感情面としてこれをやりたいと、お金なんか関係なく誰かのためになりたい、分かりやすいもので言うと、自分の生まれ育った地方のために何か恩返しをしたいとか、故郷に意識を飾りたいとか、そういうものでやる副業が僕は感情報酬だと思っています。ああ、いいですね。そんな大林さんとの未来のお話、今日のテーマは、地方の未来は副業にあり。でこれ副業っていうと、大都市の大企業が募集してっていうようなイメージあるんですけど、その地方の方々も副業を受け入れたいっていうふうに思ってるっていう状況なんですよね。もう圧倒的にですね、今地方企業こそが副業人材、もっとこう言うと、その業務委託として雇用契約ではない形で関わりたいっていうような人材をいかに採用していくかっていう、そういう
う人材獲得競争になってきています。とにかく今人手不足ですので、地方になかなか人材がいない。でかつ人材がいたとしてもピンポイントで自社課題を解決できる能力を持っている人材と出会う。でそしてその人が偶然転職活動をしている。でそしてその人の希望する年収と自社が出せる年収レンジが合うかどうか、これ結構奇跡的なもので、マッチングする変数が多すぎるんですよね。ただそれって本当に週5で必要なんだっけっていうところをコロナを経てみんな考えるようになったんですね。確かに。そうすると別に即戦力で力を持っていれば週5じゃなくても週2でよかったりすると、もしくは土日でもよかったりすると、そういう選択肢を地方企業がどんどん得て、であれば副業という形で業務委託で入ってくれる人を採用しようと。でテレワークなのでオンラインで東京の優秀な人材が採用できる、まあ、つまり日本においての全エリアが採用権になったっていうのが、僕はコロナがもたらした、まあ、一つの、まあ、皮肉にも革命みたいなものかなと思います。そうですよね。で自治体でも副業がこう広がってるっていうことで、これ奈良県の三宅町という町の町長さんに刺激を受けたっていうふうに聞いたんですけど、どんな話だったんですか？はい、そうですね、会社の創業期に大きくこう打ち立てた、我々が掲げる会社の、まあ、大義みたいなものです。副業世の中に当たり前にしていく、その中ではやっぱりこう企業さんだけが使っていても、広がりとしては僕は遅いと思ったんです、で行政、地方自治体が副業人材を登用して町おこしをしているっていうような空気感を作りたいと、って思って、まあ、ご縁の中で奈良県の三宅町って日本で2番目にちっちゃい町の、2番目にちっちゃいんですねこれ。そうなんです、もう町長の森田さんっていう方とつながりをいただいてですね、本当に情熱的な方で、もう本当に行政で僕らと関わっていただいている方はみんな情熱的なんです、町をいかにどう変えていくか、多様化する行政サービスをいかに人材を獲得してやっていくかって、その中のやっぱり思いが溢れている方が森田町長だったんですね、なので森田さんの掲げる町のビジョンだったり、それを解決するためには民間人材が必要だ、でそれを副業という形で迎え入れようというところで、今までもう十何人僕ら副業クラウドから三宅町町長で採用が実現できてるんですね。どんな仕事してるんですか三宅町で？例えば DX ですね。ああ DX、はい、もう大量の資料の山をいかにそのデジタル化してファイリングするかっていうところでプロの方が入ったりだとか、まあ、そのコロナ真っ只中だったので、なかなかそのお年寄りの方が三宅庁舎とかになかなか来ることができないと、なので町にその LINE で気軽に相談できるようなものを作ったりだとか、あとは町の発信だったり、町が今何を取り組んでいるのかっていうのを広報しないといけない、そこの広報のプロを採用したり、あとは職員さんの採用に向けた採用戦略を副業人材が組み立てたりだとか。なるほど、いいですね。自治体にとってはめちゃくちゃ助かりますね。これ公務員の採用すごい大変なんですよね。気軽にできないし、その公務員試験受けなきゃいけないしとかってことで、すごい硬直的なんですけど、確かに副業人材だったらね、機動的にできますもんね。でこれあれですね、副業で地方創生に貢献していくっていうことで、今後の地方の在り方を変えていくってことをこれからやっていきたいってことですね。そうですね、とにかくその思いがある経営者が、思いはあるけれども、お金だったり人材がいないっていうところでその火が消えてしまうっていうのが僕はどうしても嫌なんですね。ただそれは行政も一緒なんです。例えば財源はあるけれども人がいない、知見経験がないっていうところで思うような行政サービスが繰り広げることができない、とにかく人で困ってほしくない、でもただ悲しいけれども人口はどんどん自然減少し続けていく中、なかなかそれを歯止めをかけるのは難しい。僕はそこで副業だと思ってるんです。優秀な人が複数の目的を持って一社に所属するだけではなくて、いろんなところで活躍する、そういうものを世の中の当たり前にすべく IT を活用して推進している、それがまあ僕らの会社であり、まあ、僕の大義ですね。いいですね、働くの新しい当たり前を作っていらっしゃいますね。ありがとうございます。そんな大林さんとの未来のお話、最終日、今日のテーマは副業が日本の未来を作る。日本は今後少子高齢化がどん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 進んでって縮小していきますよね、でそうするとやっぱり人手っていうのがめちゃくちゃ貴重になってくるじゃないですか、そうするとやっぱり人をシェアするみたいな考え方っていうのが当たり前になってくる中で、この副業ってまさに人のシェアですね。そうですね、人材の労働力のシェアでもあるんですけれども、やっぱりこう知見経験人脈、これのシェアだとも思って。確かに確かに、人手だけじゃないんだ、その知見のシェアでもあるんですね、
そうなんです、うん、でもうこうおっしゃる通り労働力人口は少子高齢化で、うん、もう十何年連続で自然減少を進んでいる中で、やっぱりそのそれこそ今流行っているチャット GPT だったり、うん、AI の台頭っていうところはものすごく喜ばしいことだと思っているんですが、それは誰が使うかでどう使うかっていうところで価値が最大化されるものだと思っています。でなかなかそのそれが使いこなせない企業だったり自治体さんっていうところが多い中で、使いこなせる人材が一社にいるんじゃなくて複数の会社で使いこなしていくと、やっぱりそれは生産性も上がりますし効率も上がると。これは知見経験っていうものが必要だという、それが僕のこう理由だったりします。なるほどね。でもこのお話聞いてね、僕らプロレンスはシングルマザーの方の支援とか、あれ障害がある方の支援とかをさせてもらってるんですけれども、よりその働き方が滑らかでしなやかになることによって、なかなか労働市場から排除されていたような人たちにも恩恵があるんじゃないかなっていうことを期待してるんですけど、どうですかね。いやもう本当に心から共感しますし、うん、そういう部分で我々は救っていきたいなと、うん、まあ、救うというともう本当におこがましいんですけれども、うん、副業はそれが実現できるものだと僕は思っているんです、うん、で実際に副業クラウドでも、うん、例えば育休産休しながら副収入として稼ぎたいということで副業をやるような方々も非常にこう多くおりますし、うん、それはもうどんどんこう広めていきたいなと、うん、だから僕ら職種を特化せずに全職種型でやっていますし、僕らがその可能性を縮めたくないので人材紹介という形でやっていない、企業と個人が自由に出会う場をインフラとして我々が提供しているっていう、そういうサービスの設計にしていたりします。いや改めてね、副業したいなっていう、まあ、リスナーの方の中でも、あなんか大林さんの話聞いてすごい面白そうだなと思った方いらっしゃると思うんですけれども、うん、どんなアドバイスをされますか。そうですね、まず副業をしたいと思った時に考えるのは、一番最初のそのこのラジオでもお伝えした通り、やっぱり目的なんですね、うん、なぜあなたは副業したいんですかと、何のために副業をやるんですかっていうところからまず自問自答してほしいと僕は思っています。ただその理由が友達がやっているからとか、うん、そういう理由だと甘いんですよね、うん、副業やったらそれがゴールになっちゃうので、うん、ではなくて自分が何のためにやるのか、スキルのためなのか、お金のためなのか、感情のためなのか、そこをちゃんと自己分析をして自分に素直になって、まずは目的を設定する、うん、まずは最初はそこかなとは思います、うん、なるほどね。最後に大林さんが作りたい未来、どんな未来ですか。我々の会社のビジョンがですね、挑戦するすべての人の機会を最大化する、でひいては副業の社会実装を実現するというものを掲げています。何か挑戦したいと思った時に、大きく環境を変えることが難しい日本の社会構造の中で、副業というこの低いハードルでまず本当にやりたいことをできる、スポーツに挑戦したかったら副業でスポーツに関わることができますし、地方に恩返しをしたければ移住定住をせずとも副業だったら実現することができる、その挑戦をしたいと思った時にすぐ手元に副業というカードがあると、それが副業クラウドだったらいいですし、企業も何か大きなチャレンジをするときに人がいない、お金がないみたいなところがやっぱりあるんです。その時に人で困ってほしくない、だからそこに副業人材の活用、仲間にするっていう選択肢を最大化していきたい、まあ、これが作りたい僕のこうビジョンであったりしますし、もし一台で作れないのであれば、今のアナザーワークスの仲間で、これを聞いてくださっている将来の仲間、未来の仲間がアナザーワークスに入ってくれて、2代3代目と続いて副業の社会実装を実現してほしいなと、これは本当心から思ってます、うん、いや大林さんのおかげで働くの未来が炎見えた気がします、うん、そしてそんなワクワクする未来を共に作っていけたらいいなと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。